ゆうじと申します。本日はですね、しゅーちゃんさんで、そう、シーコアさん飲んでおります。本日ですね、でスペシャルゲスト山寺さんですね。はい、山寺さん、お久しぶりです。あ、そうか、乾杯するのがまだないですね。乾杯勝負で、乾杯勝負だ、こんなんないんです。2杯目注文したんですけどね。あ、もうすぐ来るんです。もうさっき飲んでたください。あ、わかりました、すみません、じゃあいただきます。よろしくお願いします。はい、時は変わって、天国酒場さん、いっぱいやっております。マスク外さないと飲めないですね。それでは皆さんお疲れ様です。あ、もちろんです、山寺さんもいます。ありがとうございます。はい、どうも、山寺です。はい、山寺さんです。お疲れ様です。お疲れ様です。またよろしくお願いします。お願いします。三品茶割りはなんか飲みやすいからどんどん食い食い。何杯目ですか？4杯目。今で4杯目。1軒目で3杯目。1軒目でセンベロ行ったんですよ。ほんでまた次これやから4杯目。知れてますね。今日だって朝普通にご飯食べて、昼も普通にご飯食べて、そっから飲んでるから全然酔ってませんじゃん。食べながら飲むからいいですよね。そうですよね。自分は食べないんで。はい、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう、こっち。はい、ありがとう。ごちそうさまでした。ちょっとお写真撮ってください。僕も食べないけど取っていいですか？取っていいですか？ごめんなさい、ごめんなさい。取ってください。せっかくから取って。ヒロさんもすごい酒飲みやね。どうもないですか？酔いますよ。あ、酔うわね、そう酔うわね。どうも、ありがとうございます。毎日飲むなんて。そうですね、休館日、たぶん1週間に1回ぐらいだと思います。あ、でもちゃんと休館日ですね。そうやな、すごい、すごい。たまに洗浄をして、あとは家飲みで酎ハイ、3本ぐらい。でも、昨日の洗浄は感動。大阪にはせんべろあることはあるけど、ちょっと違うね。これが一杯と、なんかアテレスで。アテが、ちょっとした小鉢の3品盛り。まあ、要は2杯とアテレス。あってもね。あとはもう次はできないんですか？そう、できない。1回限り、2回限り。大きいのは何回でもいける。これ2回したら8杯飲むね。いいよ、そうそう。こっちは4杯。1回だけ。あとは単品です。うーん。私1回だけですか？はい、なんとですね、リスナーさんからプレゼントいただきました。ありがとうございます。もうなんか嬉しいですよね、こうやってしてくれるのって。なんかこう、何でしょう、沖縄に来てこうやってただ動画を撮っているだけではなくですね、こうやって人の出会いとかもありですね、すごく楽しく過ごせていただいております。それではまた改めて走ってみたら、お疲れ様です。あ、ありがとうございます。乾杯です。乾杯です。乾杯です。はい、あらねー、すみません、乾杯です。早っ飲んでいきます。はい、というわけでですね、天国酒場さんの方で飲んでいきます。
何杯目だ、フェイストラッピング、こっちだ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 、まあ真っ暗っすね、何も見えない感じ、こんな感じでですね、次もう一軒山寺さんとですね飲んでいきたいと思います。映ってるから、映ってる、